というところで、はい、次は、うん、行動派、うん、SP 気質ですね、はいはい、SP、うん、この方々は、まあ、好きなことにのびのびと楽しんで、うん、ワクワクドキドキが大好き、うん、冒険大好きだという方々の中で、うんとどう付き合うかですと、うんうんうん、外交、感覚、思考、柔軟の人、ESTP、うんうん、ESTP の人、うん、ESTP は時としてカメレオンのようだと評されると、うん、新しい環境や状況にすぐに順応できるからだと、うんうん、そのためこのタイプの判別は難しい、うん、その場その場で態度をコロコロ変えている可能性があると、うん、しかし概ね集団の中にいることを好み、うん、社交的で活発、うん、注目を集めるのが好き、うん、パーティーには喜び勇んで出かけていく、うん、ジョークが得意だが、うん、時に下ネタを連発する、うん、身のこなしは優雅、うん、服装はカジュアルでセンスがいい、うん、パーティーで人に話しかけるのが得意で誰とでも上手に付き合えるとあります、うんうんうん、でこの人たちの、ESTP ですね、うん、注意を引く言葉としては、うん、まだまだ勝負はこれからだよ、うんうんうん、いくらでもかけられるぞ、うん、かけていいよとか、うんうんうん楽しくやろうぜあ、はいはいはい、っていうこの ESTP との付き合い方が、うんうんニコニコと愛想よく話しかけてきても、うん、あなたと対立する意見を主張する場合があるニコニコ話しかけてきてるのにそれってさーって急になんか刺してくるような、うん、気をつけようと、うん、またのんきで悠長な態度、うん、興味のなさそうなふり、うん、支援してくれなさそうな口ぶりなども、うん、この ESTP がの場合は、うん、それをそのまま受け取らなくていいあーなんか何も考えなく、うん、悪気も何もなく言っていることがある、うんうんうんまあ、そう行動してるってことですよね見た目表情とかも、はい、そのまま受け取らなくてニコニコしてるからって言ってああそうですその次もあるってことですねで、気楽に行こうと、うん、会話は楽しく進めよう、うん、単刀直入に話を切り出し、複雑で分かりにくい説明をだらだらと続けない、うんこのESTP の感情に訴えようとしても無駄だとあ、はいはい、場合によってはあえてリスクに挑戦してみてはどうかで葉っぱをかけるのもいいよとって書いてあります、うんはい、で次は内向版ですね、うん、内向感覚思考柔軟 ISTP、うんうん、ISTP 型は危険やスリルを求める人とあります、うんうん、静かで控えめ、うん、独立心が強い、うん、プライバシーを大切にするのでとっつきにくい印象を与える、うん、機械の部品や道具類など機械尻が好き、うん、人より物を相手にしている時の方が楽しい、うん、一人きりで危険やスリルを味わうのが好きだと、うんうん、で人と付き合うより体を動かしていることの方が楽しい、うん何か一つのことに夢中になるとそのことに没頭して他のものが見えなくなる服装に関しても人目を気にせず着心地のいい機能的な服を選ぶ、うん、独立し自由でいたいので他人とはある程度距離を置きたがる、うん、消防士や警察官救急病院の医師など危険が伴う体を動かす職業に惹かれる、うん、趣味でもオートバイや飛行機の操縦などスリルがあるものを好むとあります、うんうん注意を引く言葉、うん、どうぞ一人でやってくださいおうおうおう、はい、自分は自分人は人、うんうん、この説明で分かりますか他に論理的な方法はあるでしょうか、うんうん、あるんでしょうね、うんうん、彼らにとっては、はいはいはい、そんな ISTP との付き合い方、うんプライバシーを尊重しようと、うん、肉体的にも相手との距離を十分に取り、うん、取る、うん、触ったり必要以上に体を近づけたりしない、うん、心を開くまで親しげな態度を取らない、うんうん、徹底的に考えた末の現実的な案を出そうと、うん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 、ちゃんと ISTP の前では論理的に説明できないとダメよと、うんうんうん、徹底的に考えないといけないと、うんうんで彼らの時間を拘束しない、うん、規則で縛るのもダメ、うん、欲求があればはっきりと伝える、うん、
で上官に訴えてはいけないと、うんうん、あなたの提案が論理的であり、うん、確かな根拠に基づいていることを強調しようと、うんうん、で彼らが私生活について話を始めたら注意深く耳を傾けようと、うん、一度しか言わない場合が多いので、うん、うっかり聞き逃さないようにとあります、うんうん、はい、で、外交感覚情緒柔軟感情柔軟の人、うん、ESFP、うん、ESFP ですね、はい、ESFP は温かく親しみやすく穏やかな人、うん、人が好きで人にさまざまな形で好意を示す、うん、遊ぶこと特にパーティーが大好きでのびのびと人生を謳歌している、うんうん、楽器の演奏や演技で人の注目を浴びると嬉しく人を笑わせるのも好き、うんうんうん、周囲の様子をよく観察している、うん、気取らない現実主義者、うんうん、話し方は率直でよく本音を言う、うん、好奇心が旺盛でよく人に質問をする、うん、深刻な話をするよりは、うん、ワイワイと楽しい話をする方が好き、うん、服装はカジュアルで派手な色を好む、うん、大好きな仲間に囲まれて、うん、自分の個人的な話を延々と話し、うん、聞いてもらいたがる、うん、セールスやサービス業など接客業に多いタイプ、うんうん、友人が多く趣味も多彩で、うん、多忙な毎日を送っていると、うんうん、注意を引く言葉、うん、驚かせることがあるんですけどちょっと驚かせることがあるんですけど、パーティーしましょうかとかみんなで行こうぜ、うんうん、今日はなんか嫌な日だったんだけど、うん、元気づけてくれない、うんうん、この仕事どうしても手伝ってほしいんだけど、うんうん、頼めるかな、うん、付き合い方、はい、率直に話す、うん、分かりにくい理論や考え方、うん、憶測に過ぎないことは話はしない、うん、話題はあくまでも現実的なことに絞ること、うん、堅苦しい人間は苦手なので、うん、親しみやすく砕けた調子で気軽に話そう、うん、ね、提案をするときは、うん、あなたの案が他人の利益になることを強調する、うんうん、時折お世辞を言おう、この ESFP の努力をねぎらうのもいいよと、うんうん、批判する場合には、うん、いいところを褒めてから、うんうん、で質問されたらすぐに答える、うん、彼らは待たせてはいけない、うん、何しろ今を生きている行動派だからと、うんうんうん、でパーティーでもゲームでも日常のことでも構わないから、うん、びっくりさせるような工夫をしようと、うん、いうのが ESFP、はい、でこれが、内向型になった場合、うんうん、内向感覚感情柔軟の人、はい、ISFP ですね、うん、は調和を願う繊細な人、うん、は、優しく温和で静かな口調で話す、うん、一見初対面の人にはよそよそしいが、うん、一旦親しくなれば、うん、大変温かく愛情豊かに接してくれる、うん、堅苦しくなくのんびりしています、うん、人を支配したいという欲求がなく、うん、周りの人に喜んでもらいたいと願っている、うん、何よりも人との調和を尊重している、うん、くつろいだ格好をしているが、うん、服は機能的で趣味がいい、うん、だが目立ちたいとは思っていない、うん、口数は少なく行動や身振りで自分の気持ちを表現する、うん、議論に勝ちたいとは思っていない、うん、横柄な人は苦手、うん、野心はないが目の前の仕事には集中する、うん、保母や教師など人の役に立つ仕事に向いている、うん、余暇を海や山で過ごすのが好き、うん、スポーツや手芸に親しみ映画やコンサートを楽しむとあります、うんうん、を注意を引く言葉、うん、助けて、うん、とか、秘密を守れる、うん、とか、うん、なんて思慮深い方なんでしょう、うん、でじっくり考えてください、うん、お待ちしていますと、うんうんうん、で付き合い方、うん、プライバシーを尊重する、うん、ISFP に対しては、うん、人前で何かをしろ、うん、って強要しないこと、うん、で声高に威圧的に喧嘩越しに話してはいけない、うん、静かにそっと優しく話す、うん、例を挙げて具体的に説明しよう、うん、成功例を挙げるという、うん、人の役に立ちたいという本能に訴えよう、うん、あなたその人のアイデアがいかに人に役立つかを強調する、うん、
この人に対して新しいアイデアを提案するときは考える時間をたっぷり与える、うん、で意見をちゃんと求めて相手を支配しようとしてはいけない、うん、でこの ISFP に対する計画や提案に対して、うん、この ISFP が素直で協調的で熱心な態度を示しても、うん、全面的に意見が受け入れられたと誤解してはいけないと、うんうん、やってくれたからといって、うんうん、全面的に受け入れたとは決まっていないよと、うんうんうん、それは多分 P の部分ですね、うん、可能性の部分、可能性の部分と、はい、合わせてるだけってことですよね多分。なるほど、うん、はい、いや心から納得はしてない、納得はしてない、はい、うん、ただまあ乱したくないから、乱したくない、相手の役に立ちたいとか、はい、そういう乱したくないとかっていうところですね、うん、で、まあ、余暇や時間が空いてる時間があったら親睦を深めるようにしましょうねとあります、うんうんうん、はい、いかがでしょうかと、うん、こっちかもしれないなって、はい、 ISFP、 あ、隊長、うん、あ、なるほど、二等兵の言うことに全ては納得してないよと納得してないよというか、まあ、納得してないものは納得してない、もちろん、うん、もちろん、うん。